島は、珊瑚礁に囲まれている、アグニ港とフェリーアグニアグニ空港に駐機する BN2 アイランダー。アグニ島は、沖縄諸島に属する島である。那覇市の北西約 60km に位置し、面積7.62平方 km、周囲 12.8km。産業は主に農業と漁業で、近年では生炎業も有名である。周囲に島はなく一島一村となっており、 沖縄県島尻郡阿国村に属している。かつては、阿波の産地として知られており、阿波島とも呼ばれ、名前の由来となっている。また、基金用に植えられたソテツが多く残っており、別名、ソテツの島とも言われる。また、普伝先の沖は、流れが強いものの、5月から7月にかけて、銀河目味が非常に大きな群れを作る場所になっており、上級者向けのダイビングポイントとして有名である。 あまり観光地として知られていないこともあり、島内はのどかで昔ながらの沖縄の街並みが残っている。島の西側の標高が高く、東側へ緩やかな傾斜となっている。生端が新花岬で白色業海岸の断崖絶壁となる。阿ニの塩を声援している工場与那国島、久高島、伊豆名島などと並び、ハブのいない島とされてきたが、 2017年9月2日、島北部にある産業廃棄物処理施設で全長1メートルのハブが1匹捕獲された。ありがとうございます。